ハロー YouTube どうも、ドナイヤモテです。えー、今年のですね、R1 グランプリの決勝がですね、あの迫ってきていますね。はい、あの、アマチュアのですね、独裁スイッチ企画さんという方がですね、決勝進出されてね、マジですごいなって思って、もうなんか、全然ね、なんか、俺とはレベルがね、あの、100万段階ぐらい違うから、もうなんか、いやんやっちゃうねって感じなんだけど、まあ、ただね、まあ、アマチュアでね、 非常にすごい方であの僕、別にお会いしたことはないんですけど、YouTube とかで、ねまあ、ネタはね見たことあって、ね、非常に面白いんで、ね、あの頑張ってほしいなというふうに応援しています。はい、まあ、そんなことで、ね、あの僕自身の話なんですけど、毎年ね、あのここ3、4年ぐらいね、r ワ1グランプリ1回戦に出ていまして、あのまあ、1回ね、ちょっと仕事の関係でどうしても棄権しなきゃいけない人があったんですけど、R−1 グランプリに出ていまして。 まあそれでね、あの、1回戦落ちましたって動画をですね、毎年、年明けにね、出すのはね、自分の中の恒例行事になっているっていう、非常に情けない状況でね、まあ、R1 グランプリ1回戦突破したいなという思いをね、持ってね、ドナーニャもっと活動しているっていうのはあるんですけれども、まあ、そういえば今年はですね、R1 グランプリについて何にもね、あの自分の R1 について言及していないので、YouTube 上でも Twitter でも。だから、何、まあ、一応ね、話そうかなと思うんですけど、 僕はですね今年 r 1グランプリに出ていません。はい。あのー、0回戦敗退です。あの、エントリーすらしていない。不参加ということなんですけれども、あのね、本当にね、情けないっすわ。あのー、まあ、別に出ようと思えばね、出れたんですよ。全然、あのー、仕事の都合もついたし、出れたんですけど、今年はエントリーしませんでした。はい。あのね、なんでか っていうとねあのー、マジででネタができななかったあの本当に情けないね,ねまあ別に僕芸人じゃないから別にアマチュアだから別に出なくても別に何とことないし別に誰に求められてるわけでもないし別にやんなくてもいいんだけどただやっぱり自分の中でねやっぱり年に1回 r れ1に出てしっかりとね自分の面白いと思っているものを2分間詰め込んで発表するってのはねやっぱり僕面白い コンテンテツとか作るの好きだしなんか面白いことをやりたいっていう思いが人一,一倍ある人間だというふうに思っているのであのやっぱり一人で面白いことをね2分間舞台でするということはねちょっと逃げたくなかったんですよね、うん、あの逃げたくなくてででもあのちょっと最近ちょっとねあのやれてないんだけどまあ芸人の友達のね集まりのねネタ見せ会的なところに行ってやったコントの動画とかを。 人前でやったコントの動画とかをね、YouTube 上にね、投稿したりとかは、まあ結構していたんですけれども、あのー、ちょっとね、ちょっとスランプですね、あの、ちょっとネタがね、思いつかなくなっちゃってて、舞台でやる一人コントとか、まあコントじゃなくてもいいんだけど、漫談、フリップネタ、ちゃんとね、あの、R11 回戦に持っていくのにふさわしいネタがですね、できなくてですね、ちょっと、 今回はエントリーできなかったな。うん。逃げました。あ私どないやん、本当逃げましたね、今年は。本当にね、情けないね。あのー、うん。そうなんだよね。ちょっと R1 グランプリ難しくてね、まず僕が考える一人コントというか、僕がやるネタって、どうしてもあの、結構ね、音楽使うんですよ。音楽使ってて、 であの著作権の関係で r 1グランプリって配信があるかもしれないから音楽があるネタできないのよね。ジャスラックに登録されてるような歌できなくてでねあの僕の中で去年作ったりとか何かやったりしたネタの中で一番この,曲このネタいいなとかこのネタはやりたいなっていうやつがことごとく著作権に引っかかるネタでだからちょっとねできなかったんですよ。うん だからまあね音源とかそういう一切使わない一人コントとかそういうのにもね挑戦したりとかしてたんですけどやっぱりなかなか納得のいくものができなくて大丈夫か外めっちゃサイレンになってるけどまあいいやあのそれでねちょっとエントリーできなかったねだからちょっと来年こそはね逃げずにしっかりと r ワ1に持っていけるようなね舞台での一人のネタをねちゃんと。 作りたいねでまたちょっとその、まあ、友達の芸人がやってるネタ見世界もここ半年近くぐらいちょっと行ってないんだけどまたね行ってそこでネタを下ろしてっていうのはねやりたいかなとうんちょっとね今年はね出れなかったなどうしてもねちょっとうんちょっと舞台でやるネタに力を 注げなかったですね今年はね今年の「r バ1に向けては、うん、ちょっとまあ曲出したりとかしてたし俺なんかちょっとそっちの方にね軸足置いちゃったりとか、まあ、全然悪いことじゃないんだけど曲を出したりだとかあとはああ YouTube 上にあげる映像のねあの映像のバラエティの映像のコントみたいなそういう舞台で再現不可能なこととかばっかり考えちゃっててちょっとあのー。 そっちモードにやらなかかったかなというのがありますなのであの来年のアルバムに向けてはまあそれらも継続しますねあの今ねあの絶賛またあの誰,が誰も求めてないんだけどあのセカンドアルバムの、ね、レコーディングもしててねあのセカンドアルバムは結構大作になる予感なのでねあの皆さん是非ねあのアプリミュージックとかスポティファイとかでねあの聴いてほしいんですけれどもあのセカンドアルバムもやって に向けて,も動いてるしあと、まあね、まあもっとね、あの動画もね、いい質のいいやつを増やしたいと。うん。あの、ね、やっぱり、ね、あの、僕が一番気をつけてるのはね、あの、絶対に、絶対に物申す系 YouTuber にはならないようにしようという、それですね。あの、何か事件とか、何か時事的なことがあったことに対して、リアクション動画を上げるだけの YouTube だったりやんない方がマシだと思ってるんで、僕の中ではね。 だからちょっとそれはやりたくないやっぱりまあそれはやらないってわけじゃないそれ,だそればっかりにしたくないといううんまあまあ自分の興味のあるねなんか時事的なことがあったらそれには反応するけどなんか再生数が欲しいのがために今何が流行ってんだろうって嗅ぎつけてそれについてしゃべるみたいなことはしたくないなと、うん、ただまあなスポーツね、まあ、サッカーとかラグビーとか好きだからそれについて喋るのは全然そういう好きなことを発信したいっていうのはやりたいし まあ今年の夏ね、あのまたパリオリンピックがあるんで、オリンピックの期間中とかね、多分オリンピックに関する動画が増えるのかな。うん。あの、3年前のね、東京オリンピックの時にね、ほぼずっと毎日東京オリンピックについてばっか動画を投稿してたら、登録者が80人減ったというね、悲惨なことがあったんですけれども、まあ今年もまたね、あのオリンピックの最中にオリンピックのついての動画ばっかり出したら、登録者100人ぐらい減るのかなっていう気はしているんですけど、まあでもそれはしょうがないです。あの 登録者減るのが嫌だから喋りたいこと喋んないっていうのはやりたくないんであのまあねそれあるんですけどまあそれは置いといてとにかくそういった今やってることは一つもやめないけどそれと並行してしっかりとねあの舞台でやるお笑いのやつは来年に向けてちゃんとやまたちょっと指導したいなというふうにはねあの思っていますね。うん リアクション動画を上げるだけのねあのモノものもすけ YouTuber っぽくには絶対にならないようにしてそれと並行してちゃんと自分のね自分が01で生み出したこと01で生み出したネタとかコンテンツとかもどんどんやっていきたいなというふうに思っていますまあそれは別にね再生数伸びないと思うんだけど最近ねまた01でまた 映像コントみたいなところ上げてるけど、別にそれは別に再生数伸びないかもしれないけど、やっぱりそれをやるのがちょっとなんか自分の中でのね、アイデンティティ的な感じだから、それやんないでただリアクションしてなんか物申してるだけだったら、なんかマジで YouTube なんでやってんだろう俺ってなるからね。もともとなんで俺は YouTube やってるんだっていうか、なんでやりたいんだっていう原点をね、忘れないようにしたいかな。そもそも僕が YouTube やってる原点はやっぱり自分が考えた、 お笑いとかそういうバラエティとかコントとかコメディみたいなのを発表してみんなに見てもらいたいっていうのが原点だからそこは忘れないようにうんそこは忘れないように YouTube の活動をねあの続けていきて01で生み出したコンテンツをいっぱい出していきたいと思います、はい、そういう感じですというわけでねあのー、もちろん好きなこととか何か喋りたいことだったら喋るけど それをやらないってわけじゃなくて、あの、そればっかにはなんないようにしようという、そういう感じで続けていきますので、よろしくお願いします。では、おやすみなさい。